ールズのこの答え、だーれだ。はい、では改めまして皆さんこんにちは。サロカーガールズキャプテンのカホです。今日はメンバーのことをより知っていこうということで、サロカーガールズこの答え、だーれだをやっていきたいと思います。ルールはとっても簡単です。これから質問の入った紙を配布します。それでは早速ですが、まず1人目引いていきます。ダメ。何が出るかな。何が出るかな。最近一番泣いた映画は劇場版鬼滅の刃無限列車編です。おー、おー、綺麗、綺麗、わかりました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 。鬼滅好き、サンドカーガールズの鬼滅好きは誰でしたっけ。わーっとやった。書けましたかな。はい、こちらです。最近一番泣いた映画は劇場版鬼滅の刃無限列車編、誰でしょう。せーの、じゃーん。リエちゃんです。リオさんです。リエ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 、リエです。リエです。リエ以外みんなリエ。正解を聞いてきます。誰ですか。はい。誰が好きなんでしたっけ。煉獄さんが好きです。リエは煉獄さんが好きだ。みんな知ってます。すごい、第1問目はあっという間に満場一致で終わってしまいましたが、2人目続いても聞いてもらうメンバーは、はい、最近料理したものは何ですか。麻婆茄子。食べたい。食べたい。辛いもの好き。あ、そういうことか。か、料理好き。料理好き。麻婆茄子。夏木さん料理好きそう。確かに。さん、あ、じゃあもう、ななこさん。最近
料理したのはマーボーナスの人は誰？申し訳ございません、私です。
次の休日に出かけるとしたらどこに行く？山や海のある自然が豊かなところ。これさ、わらわらストレスになってますね。絵描いてありますもん。絵描いてあります。面積めっちゃ大きい。貴重がね。めっちゃ大きい。見えますか？はい。耐えられなかった。耐えられなかった。なんかだいぶ天気が良くなってきてしたいなって思うんですけど、うん、美味しい空気を吸いに行きたいなって思います。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いきます。残り2個だ。残り2個です。はい、今旅行をしたい場所は軽井沢。はい、私です。軽井沢に今すごく行きたいので。いってらっしゃい。私が最近すごいなと思った人はなおさんです。理由は、サンロッカーガールズのディレクターの他にもいろんな、チアのチームとかの印刷を言ってたりするのですごいなって思いました。なつきでした。ということで全部の質問が、はい、開封終わりました。以上、サンロッカーガールズのこの答え、ダーリーだ。